皆さん、こんにちは。それでは時間になりましたので、本日の会見を始めます。本日はこの夏に行われた東京パラリンピックの競泳金メダリスト、木村敬一さんをお招きしました。木村さん、金メダルの獲得、本当におめでとうございました。えー、木村さんは2歳の時に病気で視力をなくされました。 小学4年で水泳を始め、2008年の北京パラリンピックから今回の東京大会まで4大会連続出場を果たされました。12年ロンドン大会では銀メダルと銅メダルを1つずつ、16年リオ,リオデジャネイロ大会では銀と銅を2つずつ獲得されました。この夏行われました東京大会では200メートル個人メドレーで5位に入賞されました。 1 0 0ル平泳ぎで銀メダルを獲得され、9月3日の1 0 0ルバタフライでは念願の金メダルを獲得されました。今日は東京大会までの道のりや本番でのご活躍について振り返っていただこうと思います。司会は日本記者クラブ企画委員で産経新聞の森田が担当いいたししますよろしくお願い,いたします。 まずですね、進行の手順につきましてご説明します。木村さんに5分ほど東京パラリンピックを振り返っていただき、皆様を代表して私から25分ほど質問させていただきます。その後で会場とオンラインで参加されている皆様からの質問にお答えいただきます。日本記者クラブでは新型コロナウイルスの感染防止のために会場の人数を制限しております。会場にお越しになれなかった方々には、ズームを使ってライブ配信をしております。 質問は会場参加者、それからオンライン参加者の双方から受け付けます。オンライン参加者からの質問は2つの方法で受け付けます。まず、直接ご質問なさりたい方は、画面の下の方にある手のマークボタンを押してください。質疑応答の時間に私が指名いたします。テキストでの質問は Q&A で受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。Q&A の質問は今から受け付けます。 ではまず木村さん、東京大会の振り返りをよろしくお願いいたします、はいえー、と本日は皆様ご参加いただきましてありがとうございます改めましてパラリンピック競泳の木村圭一です、えー、この度は金メダル獲得に向けてたくさんの応援をいただきましてありがとうございました、えー、もう随分と前のように感じてしまいますけれども、えー、今年9月3日に行われました1 0 0ルバタフライの、えー、レースを振り返りますと あのまあ、記録的には本当に満足のいくものではなく、えー、リオデジャネイロパラリンピックの自分自身の記録よりも、えー、タイムを落としてしまいましたので、えー、レースの完成度自体はすごくすごく低かったのかなというふうに、えー、思っておりますですがあの今大会では何よりも金メダルを取るということに、えー、こだわりを持っておりましたし、えー、前回大会リオで4個メダルを取ってはいたんですけれども金メダルに届かなかったという悔しさが、えー、ありましたので。 え種目を絞りそしてメダルの獲得数が減ったとしても一つの金メダルを取れたということで、あのー、100点満点の出来だったのかなというふうに今は振り返っておりますバタフライのレースを迎えるにあたりましてはまずあの僕自身はリオデジネイロのパラリンピックが終わってからまず2年間アメリカの方に武者修行という形でトレーニングに行かせてもらっておりました。 その2年間は今振り返っても本当に楽しいことの繰り返しで、えー、自分が水泳を頑張っているということで自分自身に自信を持てるというか自己肯定感を育ててくれるそして何よりも生活自身が楽しいというふうに思いましたしこれまで生きてきた31年間の中で一番楽しい2年間だったというふうに胸を張って言えるような時間だったのかなというふうに振り返ると思っております。 ですが、あのその後、えー、新型コロナウイルスの感染拡大により帰国を余儀なくされ日本に戻ってきてそこから1年半というの,あいうのは、まあ、オリンピック・パラリンピック開催の、えー、賛否が問われたりですとか、えー、アスリートはそれでもあのトレーニングを続けなければいけなかったりですとか、まあ、自分自身も目標を 見失うというほどのことではなかったですけれども、えー、苦しい中で制限された中でトレーニングをしていかないといけなかったということでなかなか厳しい状況下ではあったんですけれども、えー、多くの方に応援していただきましてそして支えていただきながら、えー、本番パラリンピック大会を迎えることができました大会が始まってからは、えー、杉江チームとしてはすごく順調な滑り出しを見せておりましてキャプテンであった鈴木選手が、えー、メダルを獲得し金メダルを取ったりですとか 最年少であった山田美幸選手がメダルを獲得するなど日本チームはすごく弾みをつけてくれてそういった中で私自身の出場種目は後半の方に偏っておりました最初の 200m 個人メドレーの決勝を泳いだ時にまずパラリンピック4大会出たとはいえやっぱり最初の決勝種目というのはとてもとても緊張しました。 で前の日はあのほとんど眠れませんでしたしえこのレースでしっかりと 200m を泳,げる泳ぐんだということでえバタフライに向けて自信をつけたいかったんですけれども結果まあ5位で記録的には満足のいくものではなくむしろえ大人になってから一番遅かったのかなというぐらいえ悪いものだったのでちょっと大丈夫なのかなというふうにも思ったんですけれどもそこから 100m 平泳ぎで銀メダルを取ることで少し。 自信を持ち直して、えー、最後の100メートルバタフライのレースの前日を迎えておりました。あの100メートル平泳ぎで銀メダルだったということで、自分自身の体のコンディションは決して悪くないんだと、えー、100メートルを泳ぐスピード持久力的には問題ないというふうに。 えー、思ってもいましたし、えー、コーチであるブライアン・レフラーコーチからもあの十分にいい練習は積めているんだから問題ないそしてあの日本のチームメートからはあの木村という選手がもうここまでやってきて負けることはまずないんだっていうふうなことをいろいろとあの声をかけてもらっていたんですけれどもそれでも、えー、やっぱりもう自分が自分に期待しているという緊張感と。 そんな中でこれだけみんなが大丈夫だって言ってくれてる中でもしダメだったらどうするんだろうという、えー、恐怖とそういったものがこう入り混じった中で前夜を迎えておりましてこの日もやはり、えー、ほとんど眠ることはできませんでしたで。眠ることができないっていうのは割と自分の中ではよくある話でして、えーまあ、リオデジネルのパラリンピックの前辺りからプレッシャーあるいは緊張あるいは まあどういったものから来るものかわからないですけれども、えー、夜眠れずにいじ、あのー、朝を迎えてしまうのは結構あったので、えー、東京パラリンピックを目前にした4月頃からは、えー、薬なども使いながら睡眠薬ですよねをあの服用したりもしながらあるいは、えー、ベンタルトレーニングの先生なんかにもご相談しながら、えー、いろいろと策を講じてきたんですけれどもそれをもってしても 最後、えー、バタフライの前の晩というのは眠れなかったかなというふうに振り返ると思います。2時間ぐらいいは寝たたのかなだったと思いますそれから、えーまあ、朝を迎えまして、まあ、そうは言ってももう今日一日を乗り越えればもうこの先んしんどい思いはしなくていいというか、えー、これでもうすべての戦いは終わるんだという気持ちで、えー、予選のレースの方に向かいました。えー、予選自身はすごく いいい泳ぎができたなとううふうに思っておりますコースロープに接触することもほぼありませんでしたしまだまだ余裕があるという状態で1分2秒25という記録でこれまで泳いだ予選の中では最速でしたしそれもしかもまだ余裕があるということでこれは決勝に向けて期待できるなと思いましたし十分に金メダルに向けて自信を持っていいものだというふうに思いました。 にもかかわらずやっぱりもう決勝の前の緊張感というのはあのこれまで経験したことのないレベルでありましたしあのどう形容していいかわからないですけれども内臓が宙に浮いているというかあのすごく喉は渇いてるんですけどその時に飲んだ水はもうそのまま吐いてしまいたくなるような、えー、そういった感覚の中で決勝レースというのは始まりました。 えーまあ、7 5メートル付近までは順調にいってたかなというふうに思いますけれどもその辺りで、えーまあ、コースロープに接触して一気に減速しましてそこから、まあ、また新たに加速し直してとていう形だったので、えーまあ、8 0メートルを泳,ぎ泳いで通過した辺りでこれは最後1 0 0メートルまでもう持たない完璧なレースはできないなというのは我々選手だともう分かってくるんですね。だから これはもうどうしようもなくなるからそこでどうするかが、まあ、やはり勝負だなとこのままあの負けてしまったら、えー、リオの時と同じだなとただ一方で、うん、なんかこう自分は結局そういう星の元なのかなとかですね、えー、大事な本番では結局そういうことになってしまうのかなと一方であのそういう思いだけはもう二度としたくないとも思ってましたし、えー、そのこう心の葛藤の中で 95メートルを過ぎて、えー、まあ、残り5メートルになったところで本当にもう体が動かなくなりましてうーん気持ちはもうどうしようもないなっていう状態でどうにか、えー、ゴールに流れ着いたというのが実際のところでありました、えー、ゴールしてから我々が結果を教えてもらうまでには数秒のタイムラグがありましてというのも 私たちはまあもちろん電光掲示板見えてませんのでレースの結果というのは見えないのですけれどもそれをレースの結果を教えてもらうのはゴールでタッピングをしてくれたコーチが教えてくれるんですけれどもタッピングをしてくれるコーチが声を発していいのは全員がゴールしてレースの終了を知らせるホイッスルが審判の方から鳴,った鳴らされた時があのまあ会話をしていい時間となるんですけれどもそれまで。 まあ時間にして10秒弱ですかねあったと思いますでその時はまあ自分自身呼吸を整えてるっていうのもありましたけれども、うん、まあレースの出来が悪かったっていうのはもう自分でも分かりましたしいい記録は出てないとだからこれはもうやっぱりダメだったのかもしれないなっていう、えー、一方で、まあ、最終日のレースであったということもあって、えー、多くのチームメイトですとかボランティアさんが。 スタンドには無観客ではありましたけれども、いてくださって、たくさんの声援を送ってくれておりましたので、これはまあ何か起きていても、起きているのかなというふうなこともまあ思いつつ、ただ自分の中ではいいレースではなかったので、やっぱりだめだったのかなというふうな、まあ、複雑な心境の中で結果を待っておりました。で、えー、タッピングしてくださった寺西コーチの方から1分2秒57で一位あ、金メダルおめでとうというふうに言っていただきまして。 あのまあ、金メダルを取ったっていうことが分かったときに何かこう,こういう言葉を言おうとか寺西先生に言おうとかうんなんか手振ろうとかいろいろ思ってはいたんですけれどもそれも全部こう忘れてしまうぐらいあの心が空っぽになってしまった、えー、感じでしたうれ、まあ、しさとすべ、えーまあ、ての戦いが終わったという安堵とで、まあ、本当に心が空っぽになってしまったかなという、えー、感覚がレース直後でした。 その後あと、まあ、表彰式に行かせてもらいまして、えー、日本の国歌を聞いた時にやっぱり国歌を聴いてる瞬間というのは日本が勝った瞬間ですし日本が一番全ての喜びをかみしめていい日本人のための時間だと思うんですけれども、えー、僕はその瞬間に今この時自分よりも強い人は世界にいないんだなっていうふうなことを、えー、感じることができまして、えー、かなり 何と言いますかエモーショナルというかこみ上げるものが、えー、あってようやくこう自分が目指してきたものが実現したのかなというふうに、えー、感じることができたというのが表彰式の瞬間でありました、えー、まあそれから1か月ちょっと経ちまして、まあ、徐々にこう結果というのを消化、えー、するようになっていって今では なんかあんなに泣くことなかったのになとか、えー、なんかちょっと恥ずかしいなというふうにも思いつつ、えー、まだまだ喜びの余韻に浸りながらお世話になった皆様にこうしてお礼,のお礼をお伝えしているというのが最近であります。えー、まあこれから、ここからはあの森田さんの方からいろいろとご質問をいただけるということなので、えー、まあそのときのお話なんかをして,てしていければいいかなというふうに思っております。ありがとうございました。 皆さんどうううもありがととごござざいいまますす、あのー、改めめて本当におで大会の閉幕からも1ヶ月以上経ちましたけれども、この金メダルの重みですね、これをどのように今、お感じになってますか。はい、あのーまあ、もちろんメダル自身がすごく重たいというのもありますし、そこにはあのーまあ、たくさんの方がこう応援してくださった、支えてくださったという思いが詰まっている重さももちろんありますし。 ただ僕はやっぱりこう自分がすごく金メダルを取りたいというふうに思って、えー、ロンドンのパラリンピックが終わった2012年その翌年の2013年から、えー、パラリンピックで金メダルを取るという目標を持ってやってきて、えー、リオでダメだってっていうその9年があってうーん、まあ、自分がすごくがん頑張ったなというふうに思いましたし、えー、自分自身をこう褒めてもあげたいなというふうに今思ってますのでその重さというのもあって。 まあ、自分自身を含めてたくさんの方の思いの詰まった重さがこの金メダルには詰まっているなというふうに思ってますあの実は先にちょっとご質問もいただいてまして読売新聞のユウキさんからあ<ー>あのご質問いただいてまして、はい、あの以前、金メダルを目指すのはそこから見える世界が全く変わるからだとおっしゃっていましたとで今、それがどう変わったのか教えてください。 追い続けてきた金色はどういう色だと感じていますか。それは人々に何を伝える力になりますかということをご質問されています。あありがとうございます。そうですねうん。まず僕にとってのその金メダルっていうものなんですけれども、もちろんその色っていうものに、えー、執着があるこだわりがあるわけではないですし、えー、それが金色なのかどれぐらい輝いているものなのかというのは僕はもちろん知らない。 わけけなんですけどもそれでも金メダルを取ったっていう事実が僕にとっては何よりも大事ですしその瞬間のこう感情を揺さぶられた瞬間っていうのは、えーまあ、この先もどれぐらいそういう思いができるのかわからないぐらい形容しがたい重いものでしたし、えー、この経験をさせてもらえたっていうのは まあすごく大げさかもしれませんけどこの世に生を受けて、えー、生きてきたことの中でもすごく大ごとだったなというふうに、えー、思っているのでそれはもうこの世に生まれてよかったなというふうに、えー、心から思わせてもらいましたであの金メダルを取った時にどういうふうな景色が見えるのかつまり僕がどういうふうに思うのかっていうことだと思うんですけれどもあの 何かが変わったというよりはまずはなんか良かったなっていうのがすごくなんか平易な言葉で面白くなくて申し訳ないんですけれどもあのなんかそれに尽きるなっていうふうに思ってなんかこうどう思いが変わったわけではないですけれどもなんか本当に欲しくて欲しくて仕方のなかったものを取った瞬間っていうのは逆に言うとそのことしか今まで考えてなかったわけですからなんか 難しいこう言い回しとか言葉っていうのがうまく出てこないもの,の,ものなんだなっていうふうなことを感じましたあの木村さんこの大会に臨む前からですねもう金以外はいらないってもうすごく極端な表現だと思うんですけどもそれぐらいの覚悟を決めてこられてそれが手に入ったっていう部分でこれ今どのような思いでいらっしゃるんですかだいぶ時間は空きましたけどそうですね今はあのなんか 良かったなっていう言葉以外出てこないってことはですねあのこの次はどうするんだっていうことが何、うん、というか分からなくなってしまったというかあのそれを超えるというそれに並ぶあるいは超えるような目標をあの立てていかないといけないなっていうふうに、えー、思ってますしただ一方でそういうことをやっていいというか僕は多分金メダルっていうものに多分囚われていたというか勝つことにとらわれていた。 数年を過ごしていたと思いますので、今はなんかいろんなことに目を,向けて目を向ける権利を与えられたというか、別に誰に制限されたわけでもないんですけれども、自分自身が制限してしまっていてあの、もちろんこれから水泳を続けてもいいと思いますし、それ以外のことをやってよくなったのかなって思ってます今あの、かなりお忙しいというふうに伺っていますけれども。 金を取られた後ですねご自身の周りの方々の反応あるいは世の中の変化ですねこれはどういうふうにお感じになっていらっしゃいますかあのまず周りの皆さんなんですけど周りの皆さんも私と同じであの言葉が本当に出てこない方が多くてよかったねっていうふうにあの言っていただくことが多くて大体の会話が「よかったねいや本当によかったですね」みたいななんか すごく真っ平らな会話だけしかあの <laughs> していない感じでうん、まあ、僕がすごく金メダルにこだわっていたことをあの知ってくださっていてそのためにあの泳,いだ泳いでいたそのためだけにほぼそのためだけに泳いでたということを知ってくださっている方はなんかもうよかったねしか本当に出てこないっていう方が、えー、ほとんどでしたそれは僕自身もそうですしあのなんか 自分自身の思いと周りでそう携わってくださってる支えてくださった方々の思いが同じっていうのはそれはそれですごく幸せなことなのかなっていうふうに感じました。 で世の中の皆様からはあの、まあ、本当にレースを見て、えー、感動したとかですね、えー、勇気をもらったというふうにも言って頂けてあのそれも僕としてはすごく嬉しいことですし何か僕がそ,のそういった皆様に何かをこうしたいというふうに元から思っていたわけではないんですけれどもそうやって言って頂けるというのはあの選手としてうん自分のためだけに泳いでたんじゃないんだなっていうようなことを、えー、感じさせてくれるいい 話だなという,ふうに思ってますあの中継、多くの方もご覧になっていたと思うんですけれども、NHK で中継されまして、です、ねはい、あの木村さんが金メダルのゴールをされた後ですね。まあ、富田さんとワン・ツー・フィニッシュという形になりまして、その後しばらくしてですね NHK の実況席でも皆さん泣いていらっしゃって、解説の方も泣いている <laughs> で、ゲストのスピーカーの方も泣いている、ちょっと本当にもう見たことのないような感動の渦が、テレビ中継でもそういうふうに報じられたんですよね。こういういご自身の 泳ぎの影響力っていうのは今お聞きになってどういうふうに考えしていますか,いっなんかお騒がせしてしまってっていう <laughs> <laughs>、えー、感じですけれども、うん、まあびっくりしましたねそういったことをあのもう僕もパラリンピックが終わってから伺いましたけれども、えー、そういったこう影響力が、うん、あったということにあの僕自身すごくびっくりしましたしでもそれは まあそれだけこう皆さんが僕のこう泳ぎにを応援してくださったっていう裏返しだともえ思いますしうんまあ実際僕がこう金メダルを取るっていうためにえ散々こう多くの人にわがままを聞いてもらいながらえ育ってきたわけですので何かそういう,こう心を揺さぶるようなことができて。 あ、嬉しいですね、なんかそういうふうに言っていただけると、はい、あのもう一度大会の最初の方から振り返っていただきたいと思うんですけれども、はい、あの鈴木孝之選手、日本選手団の競泳の主匠が8月の25日にです、ねはい、日本勢で最初の金メダルを獲得されました。はい、であの木村さんはあの最初の種目となった8月30日の200メートルの先ほどおっしゃいましたけど、個人メドレーで5位、であの同じレースでは、えー、富田宇宙選手ですね。 あの26日の銀メダルに続いて銅メダルを獲得されました。周りがまずいい結果を出していくっていこの流れの中で、えー、木村選手、まあ、その個人メドレー自信のある種目をメダル取れなかったこの時の心境というのは流れがいいということに関してはすごく嬉しく思っていてあの、まあ、競泳はもちろん個人競技ではありますけれどもチーム全体の流れというのは確実にあると思っていますので、うんえー、チームの選手たちが 成果を上げててていいくくくっうのはすごく嬉しく見ておりましたでおっしゃる通り確かに個人メドレーでメダルが狙える種目であったにもかかわらず取れなかったというのはあの正直すごく焦りましたそのメダルが取れなかったということよりも記録がもうあまりにも遅すぎて29秒87でしたっけです、ね、で自己ベストが26秒0なので、まあ、4秒近く落ちるってあの僕多分1ヶ月経って今 プールそんなにたくさん入ってるわけじゃないですけど多分今日泳いでも出せると思うんですよ29秒8ってあのそれぐらい遅かったのでこれはそのトレーニングがうまくいってないのか本当にプレッシャーに自分が潰されてるのかうーん調整がうまくいってないのかっていうぐらいあの本当に不安でした調子はど,どうだったんでしょうかパラに臨む時の調子はですね えと練習のタイム自体は悪くなかったですし体の調子は良かったです、あのーまあ、リオデジャネイロのパラリンピックの直前というのはあのー、直前じゃない大会中というのはあのーまあ、うまく食事が取れなかったり体重が落ちたりして、えー、体調もあんまり良くなかったですけれども、うん、体重も本当にベストに近いところから。 十分とエネルギーを蓄えることができていた状態でしたし、体のコンディションは悪くないと思っていたので、うん、うん不安でしたね、うん、あの9月1日のです、ね、100メートルの平泳ぎで、はい、まあ3大会連続のメダルを獲得されるということで、これで若干肩の力が抜けたのかなという印象も受けたんですけれども、あのトップと0秒56という本当の僅差で、はい、この結果を聞かれたとき、いかがでしたか えっとまあ、100m 平泳ぎに関しては、まあ、始まる前から少し肩の力抜けていたのかなとうう思っていてというのも、まあ、このレースほぼトップ3の選手というのはあのー、確実に、えー、オランダのドースマン選手と中国の、えー、ボーゼン選手と自分私自身になるというのは何、えー、となく思っていましたのでその中での、まあ、3人のメダル争いで えー、実力的には私が3番手っていうのも分かっていたのでまあまあ確実にこうメダルを取ってあとは 100m っていう距離に馴染んでいければいいかなっていうふうに思ってたので1分12秒の6から8あたりが出せれば僕自身は自信を持てるというふうに思ってレースに臨んでいたのでそこはかなり自信があったので、えー、レース始まる前から肩のには少し軽かったかなっていうふうに、えー、思ってますでゴールして11秒台の中盤だったということで うーんまあ、思ってたよりもだいぶ良かったし、えーまあ、トップと0秒5差ということで惜しかったねというふうに言っていただくこともあの多いんですけれどもここで金メダルをとはあの思えていなかったので,、えー、で私自身もこうレースしながら競ってるということは分かってなかったのでまあまあここで銀メダルというのは十分だろうと、えー、思いましたし。 うん本当にいい形で終えられたなというふうに思いました。あの今もおっしゃいましたけれども周りから見れば惜しかったっていうふうなことになるんですけども、木村さんにとってはこのレース展開というのはやっぱり見えてないわけですよね。全く分かってないです。はい。実際木村さんはこのレースの間中ですね何と戦っているんでしょうか。<laughs> 素人と戦っている。<laughs> あのー、そうですね。まあ100メートルの中でどれだけ力を出し切るかっていう力のこう入れ具合ですよね。で。 やっぱりこ,うこの種目で金メダルじゃないと思ってましたし 100m バタフライで金メダルをというふうに思っていると、あのー、いかに 100m をどうパワーの配あー体力の配分をして泳ぐかということを考えていましたので、えーまあ、個人メドレーで 200m が持たなかったうまく泳げなかったというのがあるので極力そう最初の 50m を、えー、力まずに入って最後しっかりと上げてくるという。 まあ自分が散々弱いと思っていたところをあの強化してきたところを出し切るっていう、えー、レースを試したかったというのがこの 100m 平開きの目的だったんですね。うん、なのであの、まあ、後半どん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 苦しくなってくるところでしっかりとあの動かしきるっていうことだけを考えて泳いでました。結局で、まあ、あの前半の 50m ル力んだのであんまりなんか収穫あるレースにはならなかったんですけど。 あの金を取ることになる、ね、100m バタフライであの隣を富田選手が泳いでいらっしゃいましたもう大接戦で、はい、このレース展開というのはこれはもう泳いでいる最中には,やはり分からないですか,分から、ない<は>、まあ。ただバタフライに関してはその、まあ、しぶきも割と上がりますし、えー、全員がこう両手をばって広げる瞬間があるので。まあ えー、お互いにぶつかったりですとか波が立ったりするってことはあるんですけどそれがまあ自分の波なのか人の波なのかも分かってないので、まあ、本当に細かいところまでは分かってはないですただまあレース展開的にはもうこれに関しては最初の 50m から、えー、しっかりとリードを奪って勝ち切るっていうことしかあの僕の場合もうプラン持ってませんでしたので、えー、そういう気分で泳いでましたあ,のあ,あまり相手のことはライバルのことは考えない。 かもう考えないですし、僕、あのレースが終わるまで富田選手が自分の右なのか、左なのかも分かってなかったです。自分が4コースを泳いでいるということは知ってるんですけどあの、どっち側が5コースでどっち側が3コースかっていうのを、なんかですね、すみません、何回泳いでも覚えられなくてですね、<laughs> はい、極限するとやっぱりご自身との戦いっていう形になるわけですか。 100m バタフライワンツーフィニッシュで悲願の金メダルを取られてあの先ほどもおっしゃってました表彰台でのですねもう体を折っての大粒の涙っていうのは,は<ぁ>本当にいろんな方が心を動かされたと思うんですけども、まあ、私にとっては個人的には今大会で一番印象に残るシーンだったんですよ、ね、あすあのその時の涙の味わいですよねもう取りてくて仕方なかった金この表彰台の中央で君がよどんな思いで聞いたかもう一回ちょっと振り返っていただけますか。 あのまあ、まず、その金メダルを取った時のイメージをしっかりしてた方が届くよっていうのは結構、そのスポーツ心理の世界でよく言われると思うんですよね。まあ、イメージっていうものはレースもそうだし、勝った時のイメージもしておかないと勝てないってことはよく言われてい勝った時のイメージをすると、毎回こう,こう涙出てきてしまってたんですよね。でど,どんなもんになるんだろうなっていうふうに思っていて。ただ あの表彰式に行ったときていうのは富田選手と一緒に行きましたしあの、まあ、セレモニーのウェイティングルームも周り、日本人ですからそのスタッフの方々もあのすごく和気あいあいとしていてあの楽しく過ごしてたんですけどあの表彰台上がってこう国歌が鳴ったときに、まあ、それも散々自分はイメージしてましたしそしたら何ていうかこうイメージさせられてると。 ななんですかね、反射的じゃないですけど、まあ、涙ってこうじわーっと出てきてしまって、でそのんまに、うんまあ、今はこう日本の時間なんだから、別に無理して我慢する必要もないのかなというふうに、ちょっとこう油断した瞬間に溢れてしまったとっいう感じでした。あの今振り返ってていいいたただいて金メダルを取れた取れれない もう本当に13年からとも先ほどおっしゃってましたけども取りたくて仕方のなかったものをこの差を分けたものいうのは何だったというふうに思われますかまあ実際、そのレースの完成度はあの最初にも申しましたけれども、えー、低かったですし実際この記録はもしリオと同じメンバーで泳れたら僕はリオの自分自身にすら負けてる3番みたいなものなので全然あの遅かったわけなんですけどただそれでもあの勝てたっていうのはそうですね。 決勝を泳いだあの8人の中で少なくとも僕が一番金メダルを取りたいっていうふうに思ってたっていう自信はあります。なら最後まあすごいしんどかったですけどうん負けた時にどういう目に遭うかどういうに遭うかっていうかどういう思いをしてしまうかっていうのは逆に言うと僕しか知らなかったと思いますしバタフライで負けたらどうなるかっていうのは、えー、その辺なのかなと思います。やはり過去の負けが いいいざというう、時のご自身を強くしたっていうそういう形でしょううか。そうですね。まあ、その、それがあったからっていうふうに言うのは、なんかこう、それはそれでなん,なんか悔しいですし、別に今回勝ったからといって、リオで負けた悔しさが完全に晴れるわけではないんですけど、うん、うんただ、まあ、負けたことによって、負けたときに本当に悲しむのは自分なんだぞっていうことをずっとトレーニングの期間から思ってましたし、えー、 そ,うですね、その負けは確実にあの強くしてくれたと思いますあの新型コロナウイルスで大会が1年延期になりましたであの開催に向けた期待感を持ちながらもです、ね、あの世の中っていうのはスポーツに対してです、ねまあ、特に五輪の批判がすごくって、はい、どちらかというと不要不急の対象として位置づけられたというそういう期間でもなかったかと思うんですけども、はい、ご自身はその東京大会を控えて複雑な思いというのもあったんじゃないですか。 そうですね、特に、えー、2021年になって、えー、2度目の緊急事態宣言ですかねが2度目ちょっとえもう何回目かよく分かりましたけど2度目、そうですね2月は2021年入ってからそうです、ねはい、2度目のがまが、あ、すごく、まあ、冬場で、えー、感染者数も年末から年明けによってぎゅぐーっと増え始めて。 えー、そうですね、があの高まっていた時っていうのは、あの複雑というか、うんまあ、複雑ですよね、世間がそういったものに批判的であったのと同じように、その我々選手自身も、これはもう、するべきではないのかもしれないなっていうふうなことはあの思わざるを得なかったです。で えー、スポーツっていうものは平和な時にしか成立しないものだとも分かってますしうんそういう中でただただこう開催をっていうことを言うだけっていうのは、まあ、間違っているなっていうことはあの我々は思ってましたただ、あのー、何かその希望っていうのは欲しいと思ってましたし、うん えー、そういったこう大会の開催を信じることぐらいはあのしてもいいのかなというふうに思ってただ信じることしかできてなかったのであの確かにしんどい時間はそこが一番しんどい時間でしたね1月から、えー、3月ぐらいですかね。はい あの木村さんはパラリンピックの開幕の直前にですね、あの事前の、まあ、今あの、手前の方にもあの掲示されてるんですけども、闇を泳ぐという自伝を出版されましたね。はい、あのお書きににになる文章がもう本当に実に達者で 文章を書く仕事からしてもですねかなりジェラシーを覚えるあのこの達意の文章でですね私の感想としましては文体が乾きすぎず湿りすぎずですね、まあ、全体として非常に明るい色彩であのご自身の反省をふ振り返っておられるなという印象なんですけどもこの書くっていうお仕事ですよね雇用されたご感想っていうのはいかがですか、はい、今<は>書くっていうお仕事をされての感想はいうんまあ基本的には楽しかった はですね、まずはその自分自身の話ですので、えー、まあなんかいろんな人に知ってもらえるっていうのはすごく僕自身もともと好きですので、えー、すごくその作業はあの楽しかったなっていうふうに思いますでその文章をこう乾きすぎずしべりすぎずっていうのは非常になんかありがたいお言葉ですけれどもんそれのこうなんか 別にすごい何かこう工夫があったわけではなくただこう思ってたこととか記憶っていうのがすごく人間のこう会話の中で生まれてくるうーん文章をそのままこう文章というか言葉を文章にしてもら,してもらっているというかうんそういう感じで書いていったので何だろうな。 その会話がそのまんま文章になっていくと、人間味が出てくるのかなというふうにはあの思いましたあのこの本の中ではです、ねあの、いくつかコラムを書いてらっしゃって、はい、視覚障害のある方にとってです、ね、世の中がどのように映っているかということも結構、内容として書かれていると思うんですけれども、この東京パラリンピックが開かれたことを機に、ね、この日本の社会にどのような変化というのを期待されていますか。 そうですねまずはあのパラリンピックを多くの方に見ていただいて、えー、いろんな障害を持った人がこの世には存在していて、えー、同じ社会を生きているんだということをおそらく知ってもらうきっかけになったんだというふうに思っています。で、まあ、これを機会に大きく社会が変わるとまではあの言い切れないと思いますけれども少なくともなんかあ同じように 生きてる人間があのいろんな種類がいるんだってことを知ってもらえればそこから徐々に徐々にこう距離感っていうのは縮まっていくと思いますしあの何事も,も知らないっていうことが一番の壁だと思ってますので、えー、その壁が少し崩れたのかなっていうふうに思っていてここから、あのー、このパラリンピックであのスポットライトを浴びた障害者たちが、えー、より社会の中に溶け込んでいく作業があって、えー、その先に、あのー、その違いを まあ認め合うというか、その違いをあの面白いというふうに思えて、その人と人との違いというものを感じられるような社会が、えー、感じられるじゃないですね人と人との違いを楽しめる社会というのがやってくるのではないかなということを期待してます。ありがとうございますあの司会からの質問は以上で 終わらせていただきますあのでは、ここからですね、皆さんからの質問を受けいたします。あの質問の受け方を簡単にご説明しますで。会場でご質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので、お近くのマイクから質問してください。お名前とご所属をおっしゃっていただければと思います。それからオンラインで参加されている方で、直接質問のされたい方はですね、えー、ズームの画面の下の方にある手のマークボタンを押してください。 私が指名いたしますので、ミュートを解除してご質問ください。<laughs> テキストでの質問はあの画面の下の方にあります Q&A に書き込んで送っていただければと思います。私の方で代読いたします。<laughs> えでは、ご質問ある方、はもしよろしければ、していただけますでしょうか。 でちょっとしばらくあのもう一度私の方からあのテキストの方でも今あの書き込みいただいているよ、はいはい、ちょのでもう一度ちょっと私の方から質問させていただければと思います。あのリオ大会を終えてからの5年間で,です、ねまあ、一番大きな変化というのはやっぱりお一人での渡米だったと思うんです。はい、あのリオで三冠を獲得されたブラッドリー・スナイダー選手を指導されました、はい、ブライアン・レフラーコーチですね。あのその方に支持するわけなんですけれどもあの日本と このアメリカの競技環境の違いというのは、どのようなところにお感じになりましたでしょうかパラスポーツを取り巻いている環境は、おそらくあの今の日本よりは、あ日本の方があのかなりアメリカより良かっただろうなというふうに思ってます。それはあのトレーニング環境もそうですし、サポート体制等をとってもそうですし。 まあそれはやはやり東京のパラリンピック開催というものに向けてあの日本という国が大きくパラスポーツを取り巻く環境を変えていくことができたのかなというふうに思っていますので選手の知名度もそうでしょうし、えーまあ、そ使っているプールですとかあの指導者等を考えても日本の方があの進んでいたのかなという,ふうにはあの思っています。ただ そういう中でも2年間トレーニングをさせてもらって、えー、記録を上げることもできていたので、あの必ずしもこう環境要因だけがすべてではないのかなというふうにはあの感じましたあの先ほどお話の中でも、自己肯定感が高まったということもおっしゃってましたけれども、やっぱりその日本にいることでは得られなかったものっていうのは何かありましたか。 あのまあ、まずその何よりも僕はそのリオで負けた時の気持ちをリセットしたかったし、えー、新しい気持ちで水泳をしたかったというのが強く強くありましたので、うんえー、そういった意味でこうアメリカに行ってよかったなというふうに、えー、思ってますしそのあのアメリカで生活していく中で日々思い通りにいかないことっていうのはたくさんあるんですけれどもそれをこう一つずつ乗り越えていくことで えー、小さなことでも幸せを感じることは多かったですし、えー、それらを乗り越えた時に、あのー、やっぱり結構今充実した生活を送ってるなっていうふうに思えた時がすごくその自己肯定感っていうのが育った瞬間だなと思いますね。 あの木村さん、滋賀の生まれで,、はい、であの小学校までは地元でお過ごしになって、はい、12歳で上京されたということですよね、はい、筑波大学の附属特別支援学校ですかに来られたということで、はい、まあそのもう世間一般の感覚からすると12歳の少年が1人でこちらの方に来るしかもあのやはり周りが見えないっていうこともねそういうこともあったと思うんですけどもそれだけでもすごい冒険だと思うんですけどもで 飛びされさるわけですよね。はい、で状況的にはあのー、現地で語学学校にも通いながらっていうことで、うん、もう、あのー、今年、まあ、13歳真夏の大冒険という言葉がですねちょっと流行りましたけれども <laughs> それ以上の冒険だと思うんですけども木村選手をそこまで踏み切らせたもんっていうのは怖くなかったんですかあの、まず 12歳でまず上京した時に関しましてはあのちょっと幼すぎてその大ごとさがあまり自分自身分かってなかったんだと思うんですよね。でまた一方でそのまあ状況とはいえ同じ特別支援学校から特別支援学校に進むだけですのでまあちょっと規模が大きくなるだけかなと。で寮生活自身も小学生の時はして,してましたのでまあちょっと家に帰るあの頻度が減るぐらいかなっていうことでまあそんなに あの大事ではなかったと思います私の中では。で私の中で多分一番人生で一番大事だなって思ったのは大学進学の時でそれはあの見える見えないことが当たり前の世界から見えることが当たり前の世界に出るっていうのが私は一番怖かったですし、うん、えその時に比べたら渡米もあの恐怖はなかったです、ね。その 見えないところ見えないのが当たり前から見えることが当たり前の世界に行くっていうのはこれはなかなかの恐怖でありましたし、うん、やっていけるかどうかわからなかったのでその大学生活をやっていけた自分はなんかこうアメリカに行っても大丈夫な気がしてました。 あの現地ではあの元メジャーリーガーの上原浩二さんのご自宅にも泊まられたというふうに伺っていますけれども、はい、現地での,そのサポートというのはどのような実際、えっとまず最初にあの、まあ、単身渡米というふうに言っていただくんですけど、最初、立ち上げの時点では、えー、しっかりとあの通訳の方についてもらって、えーまあ、住環境ですとか。 あのそういったものを整えてもらう視察を含めたあの作業っていうのをしてもらいました。でその後あの、まあ、所属の東京ガスを通してあを中心にあの現地で、えー、まあ、何か困った時には連絡できる、うん、あの日本人の方 ですとか、あのまあ、引き続きその通訳の方には遠隔でもあのサポートしていただいたりですとか、まあ、それこそ,その生活自体が軌道に乗るまでの最初の1ヶ月とかはあの会社の方とかにも帯同していただきながら、えー、徐々に徐々にこう立ち上げていって、えーまあ、これで完全に一人で生活しても大丈夫だろうっていうところまではあのしっかりと準備をしていただいてそこからは あの一人で、えー、生活してましたけれども、その中でも、えーまあ、元メジャーリーガーの上原さんの、えー、ご家族をはじめとして、あの困った時にあに支えていただく、助けていただけるような、駆け込めるような体制というものを作っていっていただいた上でうえ、ん、のアメリカでの,です、ね、その視覚障害にかかわらずです、ね、障害を持つ方々を取り巻く、そのサポートの体制ですね。これはやはり日本と かかなり違ううんでしょうかアメリカの方が進んで感覚的に進んでいるとか、なんかどのような違いがあるんでしょうかうん、まあ、これも難しいと思うんですけれども、確かに、あのー、例えば、そうですね、えー、それぞれのこう大学、僕が通した語学学校なんかも障害を持っている、視覚障害を持っている学生を過去に受け入れたことはなかったですけれども、えー、視覚障害を持った学生に対して、 えー、通常の文字の教科書が読めないものですからそれを我々が読めるように、えー、サポートするシステムが用意されていたりですとかあの、まあ、いろんなトレーニング施設なんかにも行か行かせてもらいましたけれども、えー、車椅子に対応した広い、えー、アクセシブル ロッカールームとかがもともと用意されていたりとかあの、どんな場所でも障害のある人、いろいろな方が訪れるっていうことを最初からまあ想定されているなというその大きさは感じました。ただ一方で、これはあのもちろん日本はないところもあるはあるんでしょうけれども、あのまあ、いざ 障害を持った人がやってくるとなりますと、大急ぎでまあ日本は準備できますし、その動きの速さっていうのは、それは日本の素晴らしさだと思いますので、どちらが優れているっていうのは言い切れないですけれども、アメリカはあの元から用意されているで来るかどうか分からない、日本は来ると分かったら、もう大急ぎで準備ができるっていう、それぞれ国の,あの違いっていうのはあるのかなって思いました。はい。 あの会場にお越しの方でもあのネットで参加の方でも結構ですのであのどんどんご質問いただければと思います。あのアメリカ滞在期はですねあの木村さんブログにも書いていらっしゃいましたけども、はい、あのやっぱりよく不思議に思うんですけどもこの文字にする作業ですねあの私どもはやっぱりその目が見えるんで。 あの普通にパソコンを打つとかですね、まあ、キーボードを叩くっていうことはできるんですけども、あのー、コラムにも書いていらっしゃいましたけども、例えばスマートフォンを使いこなすとかですね、はい、そういったことっていうのがもうやっぱり神業に見えるんですけど、実際どのようにしてその原稿を書いたりとか、普段のその通信機器を扱うとか、これはちょっと仕組みっていうのをもしよろしければ。あの基本的には画面を読み上げてくれるスクリーンリーダー。 と呼ばれるものをあのパソコンにはインストールして、うんえー、画面を読み上げてもらうあるいは自分がタイプしたものを、えー、読み上げてもらうというしあのソフトウェアを入れてますでスマートフォンに関しては多くの場合あの、まあ、今はいろいろなあの Android 版でもそうですし Apple でもそうなんですけど VoiceOver ーーといいまして、えー、内蔵されたアプリケーションがありましてそれを有効化することによってあの画面を 読み上げてくれるのでそういったものを使いながら何と、えーね、いうか今の社会に必死に順応しようと、えー、しておりますけれどもあの視覚障害者は結構そういった IT に強い方はいらっしゃって、えー、自分でプログラムを書いたりする方も多いですし、えー、エンジニアとして働いてらっしゃる方もたくさんいますのであの僕みたいにスポーツばっかりやってるやつはあの結構 IT は弱い方です。 いやもう、十分強いいと思ううんですけどいやもうなんか、なんですかね、自分でプログラム書いて、もっともっと便利なものを開発しちゃったりする方もたくさんいますので、はい、僕はすごく弱い方で、スマートフォンも今はなくてはならない存在ですけれども、あの多くの視覚障害者が2010年、2010年前後、まあ皆さんがおそらくスマートフォンを持つようになったのと同時期に使い始めましたけど、僕が初めてスマートフォンを持ったのは2016年でしたし、かなり。 何というか IT リテラシーの弱い障害者です。木村さんのお話を伺ってるとですね、あの非常に驚かされるのは、鮮明な記憶っていうのが、ね、すごくいつも驚かされるんですけれども、これはこの記憶力のすごさ、この自伝でもね、深く昔のことも振り返っていらっしゃいますけれども、この詳細な記憶っていうのはどこから生まれるものなんですかいや,あのやっぱりその言葉ににするとき 手ががかりになっているのが会話で、多あの、覚えてる情景をおそらく文字にするっていうのが難しいのかなと思いまして、会話っていうのはもうそのまま文字にできますので、それでこう記憶っていうのが鮮明にできるのかなその要は記憶を手がかりにする、あごめんなさい、手がかりに記憶を思い出すために使ってる手がかりがより、 なんていうか、アウトプットしやすいものなのかなと思います。あの、先ほども話でました、タッパーの寺西先生です、ね、はい、本当に長いお付き合いになると思うんですけれども。も やっぱ金メダル獲得の背景には寺西先生の存在も大きかったというふうに伺っています。はい、まずあのタッパーの重要性というのをもしよろしければ教えていただけますか。そうですね、ゴールとターンの時を知らせてもらえるわけなんですけれども、もちろん最初はあの壁に激突してしまわないように安全を守るために、うんえー、担当してもらえるわけなんですけれども、競泳競技においては、 ゴールタッチとターンで大きくタイム変わってきますし 100m のレースを完成させるためにあの重要な役割かなというふうに思っていてあの僕自身が 100m を泳ぐその水中を進む担当をしていてタッピングというのがそれ以外の、えー、ターンとゴールを、えー、決めてくれる大事なレースの要素なのかなというふうに思っていますやっぱりタッピングの位置というのは選手によってやっぱりだいぶ違うものなんですか そういういですね、あの,そのように聞いておりますけれども、あの我々はもう本当に叩かれたら止まるだけの話なので、もちろんこう選手によってはいろいろこの時に叩いてほしいとかっていうこだわりをあの持っている選手もいるかもしれませんけれども、あの僕の場合は、何ていうか、非常に自分勝手であれですけれどもあの、僕が気持ちよくゴールできるようにしてくれたというふうに言っております。<笑><笑> ということは、ヘテラン先生はその気持ちよいタイミングというのを、心地よいタイミングというのをご存知ということですねそう,いうことだと思いますね。はい、やっぱり一朝一夕では、なかなか気づけない関係ということですかまあもちろん、練習を何度も繰り返して、何度も試合に出て、そこで信頼関係を作って、あのまあ、信頼関係があれば、僕は本当に自分の泳ぎというものに集中するだけで、本当に泳いできて、手を伸ばせば壁があるというところだけですので、信頼関係なければ、あのまあ、この辺り叩かれるから、 ちょっとこう最後のストロークを小さくしたりしないといけないとかっていういろいろ考えたりしないといけないかもしれませんけれどもあのー、僕は本当に幸せなもので100メートルをただ泳いでればいいだけなのでまあある意味オリンピック選手よりもやってること少ないですよね彼らは自分で見てに壁にタッチしていかないといけませんけれども僕はもう手と足を動かしておきゃいいだけなんで。 あの寺西先生、あの先ほどから何度かあのご紹介しているんですけども、あの今、日本パラリンピック委員会の委員長の河合純一さん、全部でメダル21個取られた方ですけども、はい、それからロンドンの金メダリストの秋山里奈さん、名選手を金メダルに、ね、導いた方なんですけども、あの木村さんにとってその寺西先生はどのような存在ですかまずはこのパラスポーツっていう世界にあの入れてくださった、えー まあ道を作ってくださった方だなというふうに思ってますし、一方で今お話になりました、河合さんとか、秋山さんという金メダリストを育てられたということで、あの、まあのまようやくこうなんかそのファミリーっていうか、教え子の仲間にも、入れたのかなっていう気がしております。あの ウェブであのご参加の方からご質問がありましてですね、はい、あの日本テレビの松田さんからのご質問です、はいあの。先ほどアメリカで上原浩二さん、それからご家族の方のサポートがあったとお話がありました。その中で印象的な出来事はありましたかということです。印象的な出来事、そうですね。なんかお家すごい大きくて、<laughs> <laughs> やっぱりこう。うーん アメリカンドリームっていうのは本当にあるんだなというふうにえ思ったのと、あとは、まあ、現地でこう、長い間生活されていると、なんだかアメリカ人みたいになっていくなというか、まあ、豪快というか、うん、まあ、明るく生活されてるなと思いましたし、え日々をこう楽しそうに過ごしてらっしゃっていて、 うんなんか家も大きいし器も大きいなと思いましたあの奥様は結構おおらかだそうで、なんかあの事前の方にも洗濯物を随分と持っていったというふうなお話も、ね、書いてありましたけどそうですね、お、ま、お、あ、らかというかな,なんだろうな、あのまあ、勝手にこっちがズうずしくなってただけなんですけども、えーまあ、ストレートにいろいろものを言ってくださる方なので、あのこちらも。 本当は多分気を使わないといけなかったんでしょうけれども、あのー、こっちも、あのー、気を使わなくても、無理なときは無理って言うからっていう形で、えー、言ってくださったので、あのー、無理だと言われないのであればやっていいのかなというふうに思っていろいろ甘えさせてもらってました。 あのメダル獲得,され獲得された後ですね上原さんとは何かお話しされましたかあのまだあの直接はお会いしてあのいないんですけれども、えー、ご連絡はいただいておりましてあの、始まる前からもご連絡いただいておりましたので、えー、おめでとうというふうに言っていただきましたかりました。 またもう一個ウェブ参加の方からですね杉本さんからのご質問ですけれども、はい、ちょっと所属は入ってないんですいません。はい、えーともう一度お聞きしますけれども、リオで取れなかった金メダルを地元の東京で取れたことについてどうお感じになったかということを教えてくださいということです。まあなんというか、そのストーリーとして出来上がりすぎてるなというふうに <laughs> あの思いましたけど。あのー そうですね、まあ,あの別にこれが東京大会でなくても別の国であったとしても僕は同じぐらい嬉しかったと思いますけれどもただその瞬間をこれだけ多くの,あの日本の方に見てもらえたっていう意味で、えー、嬉しさっていうものにプラスアルファがあったのかもしれないなと思います。 一応、コロナ禍っていう、ね、その制限の中での開催でしたけれども、東京で行われたパラリンピックの雰囲気、その肌の感覚というのはいかがでしたかということです。まあそうですねおっ,っおっしゃる通り、そのコロナ禍だったとっいうのもあって、特別すぎたなというふうに思っていてあの、最初200メートルの個人メドレーを泳いだときにあ、やっぱり無観客というのは寂しいなというふうに思ってしまったんですね。ででそのこう テンションが上がりきらないなっていうふうに思ったのも正直ありました。ただ、こうコロナ禍の中で開催するためには仕方のない選択だったというふうに思ってますし、そういった形でこう決定できたっていうのは、それはそれでもう日本の素晴らしさだと思うんですよね。うん、あのああいった形で開催して結果的に、えー、なんだろうな、まあオリパラを通してのうん被害っていうのは被害というかなんですか？ 拡大感染の拡大です、ね、拡大というのは,はあの最低限に抑えられたのではないかなというふうにも思ってますので、えー、これはもう開催に向けて努力してくださった皆様の,あのおかげだというふうに思ってますのでこれはもう仕方のなかったことなのかなというふうに思ってますただあの、まあ、ちょっと寂しいなというふうには思,えた思ったかなというところではあるんですけれどもそれでも、まあ、結果的にこう僕は目標に届いたわけですから あのそれが全てだしそのために開催されたっていうのは何よりも幸せなことだったなというふうに思ってますあと、はい、もう一つご質問でフォームのチェックや修正っていうのはどのようにされるんですかというこれがなかなかうまくいかなくてですね、えー、うまくいかなかったがゆえになんか結局力で押し切るみたいな泳ぎがあの完成したっていうのが実際のところですねあの、まあ、チェックや指導とかっていうのは 基本的にはこう言葉を使ってもらって指導してもらって自分の中でイメージをしてあのやってみてそれは違うとか言われながらあの作り上げていくっていうのが一応のプロセスではありますま,あまずは泳ぎっていうのはまずご自分のイメージされるものを形にしてそれを周りから修正を受けるとそういう感じなんでしょうかそうですねまあ最初泳げなかった時はあの先生たちにも一緒にプールに入ってもらって手取り足取りやってもらうっていうのが多かったんですけれども競泳っていう,こう実際泳ぎを早くしていくっていう作業になってくると、うん、まあなかなかその 直接手取り足取りっていうのも難しいので、えー、言葉による指導っていうのが多くなってきます。わかりました。もし杉本さんのご質問とそれからあの一部重なりますので、スポーツ日本社のあのスポーツ日本の安さんからのご質問ですけれども、まず今後のパラスポーツの発展のためにやりたいことはありますかっていうことと今後の目標はありますでしょうかと。 そうですね、まあ、今後の目標というものと、えー、今後のパラスポーツのためにというのは、ほぼ同じ答えになるのかなというふうに思ってますけれども、今、こうしてこう東京のパラリンピックをやっていただいて、えー、たくさん見てもらえたと思うんですよね。これはもういまだかつてないほどパラリンピックを見てもらったと思ってますし、おそらく今がパラリンピックが、パラスポーツが一番盛り上がっている時だと思います。で、放っておいたら確実にしぼんでいくと思いますし、えー、また、 元に戻ってしまうのではないかなっていうあの懸念はもちろん懸念というか、えー、危機感はもちろん我々は持ってますのでこの熱が冷めないあるいはあのー、より盛り上がっていくために今度はあの選手の方が努力していかないといけないなというふうに、えー、思ってますそれはあのやっぱり具体的にはあのー、選手自身がいろいろな形で発信をして、あのーまあ、今回本を出させていただいたのもそうですし えー、今は SNS とかもあのだいぶ選手たちやってますし、まあ、こうしてメディアの方々に取り上げていただくという機会もたくさんありますし、そういったものを活用しながらあの、選手自身の魅力、あるいはパラスポーツの魅力というものを発信して、えー、絞まないように努力していくというのが、今後の、えー、パラスポーツのためにやっていきたいことですし、えー、目標になってくるかなと思いますあの出版された闇を泳ぎですけれども、すで、はい、に重版がかかったということで、はい、あとうの。 作家とととしての歩みとかかそういういこともありえるんですか作作家作家はですね、<laughs> ちょっといやあれ分かんないですけど、でも、まあ、一冊作るのに 30, 30年分の人生が必要だったので、まあ、またちょっと強烈な体験をしないと、まだまだです、ね、そのフィクションを書く能力はもちろんないですし、自分の話を書くので精一杯ですので、 まあなんかまた面白いことが自分の周りで起きれば書きたいですけど、はい。はい、あの9月10日でえっと31歳になったんですよね。はい、あの3年後のパリ、まあ今後の競技活動ですよね。はい、それからセカンドキャリアなんかもいずれ考えなきゃいけない時あると思うんですけども、はい、どのような設計図を描いておられるんでしょうか。はい、そうですね。あの今は、えー、まだそういったものに関しては何も決まってなくて白紙。もちろんそのパリに関しても。 白紙なんですけれども最初にも申し上げましたけれどもこの金メダルを取ったっていうことによっていろんなものにこう目を向けたりしていいような気がしてるんですね。うん、その競技だけに全力でぶつかっていく必要もないし、えー、競技をさらに全力で続けてもいいっていうその選択をしていいようになった。別に誰が ダメって言ってるわけではないんですけど、自分がしていいようになった気になっていますので、えー、今は幸いこうした形でいろんな方にお会いする機会がたくさんありますので、この金メダルというものを、あのー、しがかりにして、いろんな方とこう出会って、えー、自分の視野を差し当たり広げていけるような、えー、しばらくを送りたいなというふうに思ってます。何か水泳以外のことでお考えになっていることっていうのはありますか、趣味とか。 趣味、それを生かしてセカンドギャリアンとか、なんかそういう,ういやそこまでのものはないですね、まだ、しゅなんか趣味が見つからない問題って、もうこの10年ぐらい悩んでますけどね、<laughs> はい、パリというのは、いずれ時期が来ればそうですねその、パリを目指すってなると、それはそれでもちろんきちんとした準備が必要だと思いますし、えー、それはどこかで必ず。 目指すぞと、あるいはやめるぞという決断をする時が来ると思います。今のところパーセンテージはいかがですかパーセンテージはいやー難しいな。答えは博士以外でお願いいたします。博士以外でゼロゼロっていう感じですか <laughs> わかりました。今日、はどうも、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、会見のお締めくくりにですね。あのー。日本記者クラブからですね。あの記念品の <laughs>、はい。記念のネクタイをお送りさせていただこうと思います。あのー、先ほど、あの、会見の前にですね。木村さんに色を選びいただきまして。あのー、一番新しい色ということで、紺の、あの、ネクタイをお送りさせていただこうと思います。<laughs> 左側、左側。すまどうも、ありがとうございました。 はい、あの木村さん、ますますのご活躍を私どもお祈りしていますので、ぜひあのどのような道に行かれるとしても、まあ、できればまたこの感動も味わわせていただきたいなとも思っているんですけれども、<laughs> あの非常にあの才能豊かな方だと思いますので、いろんな方面でますますご活躍をいただければなと思います。本当にどうもありがとうございました。それでは今日の会見を終わらせていただきます。